はい、皆さん、こんにちは。矢尻バンです。いや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 い。というわけで、お前誰？久しぶりすぎて、お前誰？ってなってる皆さん、こんにちは。矢尻マウンと申します。はい。もう今回なんですけれども、まあこちらもね、結構前の動画だよ。3月、うん、もう春の、初めの3月の舞台の時に、すんさまじい、ビジュアルの、舞台に出たので、そちらのメイクを、やっていくよということで、セザンヌの下地、どん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 、あどん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 、あどんどんどん、あどんどんどん、どんどん、私、下地を使うようになって、そして、これ、みんな生意気にスポンジなんか使っちまってっからね、もう、スポンジなんか使う女じゃなかったのに、もう、スタジオ、スポンジで使うようになりました。これ、まあ、一応なんか、コンシーラー、あんまちょっと付け方はよくわかってねえの。うん。だ本当はさ、色をさ、なんか赤には青、緑には緑、みたいな、なんかそう、色をなんかやるんでしょ？何もわからず、全部ベージュ。色を浮いてます。で、私の相方、梶川が来ました。これは、私、この時の舞台は、ポジティブな女っていう役でやらせていただいておりました。ハッピーなキスマイルポジティブに生きてこーんって言って、もう基本的にネガティブな言葉を受け付けず、ずっとポジティブな、ことしか言わないという、で、現実を見ないというね、役をやらせていただきました。こちら、梶川かわいいね。というわけで、はい、こちら、パウダーもつけております。はい。これ、ドンキで安かったやつ。私、ほんとね、メイク道具は本当に安いのばっかり使っておりまして、プチプラが神。はい、一応こちらシェーディング。シェーディングして、ここもシェーディングして、鼻がね、低いんや、わし。はい、だからこうやってシェーディングで鼻筋を入れていく。ここもなんか見たなんかで見たやつ。すぐ鼻噛むから鼻だけすぐ剥げる。そう、ズン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 。はい、というわけで、これ黄色のアイシャドウをメイクさんのところに行って借りてきました。メイクも本当に派手で、まあ、目の真ん中の方は黄色で、目の外の方はピンクというね、なんか2色でなんか展開させていただいております。で、爪もこちらでちゃんと派手な、もうアホみたいな色でね、やっておりますけれどもね。はい。だいぶ下ラインをなんかもう広くやる？うん。なんていうのこれ。あとこれ、私初めて涙袋描いたの。もうむずくてむずくて、みんないつもすんげえことやってんだなと思って、もうめちゃめちゃ集中できるオペみたいな、なんかもう、メスみたいな感じのレベルで。で、こちらキラキラつけて、涙袋をさらに立体的にさせるという作業をさせていただきました。こちら舞台だからちょっとまあ平気なんだけど、実際見ると、まあまあ、すごい。まあまあ、何この価格？舞台だとね、いい感じなんだけど、これ、直で見るとすごい浮いてて、涙袋を自然にかける女たちって本当にすげえと思いました。文明の進化。で、まあ、こうやってね、全然カメラ気にせずもメイクし始めちゃってから。で、これキラキラつけてますね。目の中心と。で、急にもつけま。で、一応ハイライトもつけてんね、これね、ちなみに知らない間に。で、こうチーク。目頭じゃなくて、なんていうの、涙袋のところの下からもう、切開。うん。はい。で、これ衣装。この衣装マジ可愛いよね。衣装が半端ねえから、もう役作りマジちゃんとしようと思って、もうずっとこんな感じ。ハッピーなキスマイルポジティブな言葉で言ったけん、いってよーみたいな。っていう感じの、すごい役でしたね。その私の相方の子がすごいネガティブな子で、いや、私なんてできないよー、みたいな感じの役なので、なんそのこと言うのーみたいな。You know, I know, you know, I know, you know, みたいな感じの役でした。本当ね、すっげえ楽しくって、もう、全公演満席みたいな感じの、すごいね、これ、劇箱というね、劇団が解散するよ、みたいな公演で、本当にみんなの愛が、もう、溢れ返ってる舞台で、本当に幸せでした、一緒にね、これね、出れてね。もう、総勢50人ぐらい出てんだっけな。楽屋もこれ、女学なんだけど、もうね、もういっぱいいっぱいよ。もう、女子たちが、もう、溢れんばかりの女子って感じの楽屋で、でも、すごい楽しくやらせていただきましたけれども。正解者、ずっとグリッターつけてっけど、大丈夫そう？こんなに使う必要あったかな？カットした時の私。でね、ほらさっき言ったでしょ。これすぐあるし鼻噛んじゃうからさ、もうすぐもう一回コンシーラーでぶん回してんの。もうさ、これさ、鼻噛んでも取れない、なんか鼻専用のなんかさ、絶対に取れないよっていうさ、ファンデーションみたいにないのかな？私もさ、永遠に鼻炎だからさ、もう永遠に鼻噛んでんの。で、永遠にさ、鼻のなさ、毛穴をさ、ブーンって隠してもさ、もうすぐさ、ティッシュでさ、鼻噛んだ瞬間、ブーンって湧き上がってきてさ、もうブーンってなっちゃうの、ブーン。もう一生無理なんだよね、だから。もう鼻だけいつもなんかもうノーファンデみたいな。一番鼻隠したくないだって。毛穴とかさ、一番すごいじゃん、鼻が。でもいい、ピンとパウダーして。でも結局絶対このパウダーしてもどうぞ鼻噛むから。ちょっとまたそんなこと言ってたら鼻噛みたくなってきた。ちょっと、公開で噛みます。というわけで、感想がこっちで、おや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 。
見てください。このウィッグマジで可愛くない？みんなね、もう全体像絶対見たいと思うので、もう、漏れてる写真全部載せますので、皆さん見てください。やられるなよ。私の美貌にやられるなよ。はい、というわけで皆さんお久しぶりでございます。ちょっと恥ずかしいです、さすがに。はい。というわけで皆さん、本当にお久しぶりで、すいません、動画投稿を、お休みしておりました。舞台がね、ありがたく、すごい立て続けに舞台をやらせていただくことになりまして、もう本当に楽しかった、幸せ、万歳という感じなんですけれども、本当に申し訳ございません。ピンクシャンプーしてます。はい。というわけで、今日の動画を見てくださって本当にありがとうございます。まだ私のことをもし覚えてくださってる方がいたら、ぜひ、また見てくださったらとってもとっても嬉しいなって思います。本当に皆さんいつもありがとうございますね。マジシミ取りた、ほんとチャンネルチャンネル登録よ、登録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 、おいやいやいや、チャンネル登録お願いします。チャンネル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 、とととと登録お願いします、お願いします。